多くの自転車が行き交う名古屋の大須周辺。今歩道ですが、自転車がですね、2列並んで話しながら走ってますね。あれで歩行者とすれ違うことがあればかなり危険です。信号が赤になりましたが、そのまま通っていきましたね。信号無視にながら走行、相次ぐ自転車のルール違反。自転車の事故も2年連続で増えていて、死亡や重傷事故の7割以上で自転車側に交通違反がありました。こうした中、おととい閣議決定された道路交通法の改正案、自転車の信号無視など112の違反について青切符を導入し、反則金の支払いを求めることが盛り込まれました。後ろから来てる自転車に気づかないでちょっとこっち行ったら当たりそうになっちゃったりとかはあります。やっぱ危険なんで、まあ、自分も気をつけなきゃいけないですけど、まあ、私はいいかなと、反則金は16歳以上が対象で、原付バイクでの違反と同じ程度になると見られています。それぞれの違反ごとに一体いくらなのでしょうか。あちらの自転車、車道を逆走してますね。本来車道の左側を走らなければいけない自転車ですが、取材中も車道の右側を走る自転車の姿が。道路交通法に詳しい専門家は、通行区分違反になります。ですので反則金は6000円になります。徐行せずに本来走るべき車道の左側以外を走った場合は、反則金は6000円ほどになる見込みです。他にもスピードを緩めることなく赤信号を無視して歩道の方に入っていきました。車道を走っていた自転車が赤信号を無視してそのまま歩道へ、複数の違反をしているように見えます。信号無視の場合に6000円で、それから歩道を走ったことが、通行区分違反になるので、これも6000円、合わせて1万2000円になると思います。そして近年増えているのが、今スマホを見ながら自転車を運転していましたね。これはかなり危ないです。スマホを操作しながらの危険な運転、こうしたいわゆるながら走行は特に重く罰せられ、反則金は1万2000円とさらに高くなります。高いね。めっちゃ高いですね。控えるようにします。ある程度の額にしないと、まあいいかってなっちゃうこともあるかもしれないんで、まあ、高めに設定してちょっと脅しじゃないですけど、そういう効果を狙うのはまあいいんじゃないのか。この国会で道路交通法の改正案が成立すれば、2年後の2026年までに青切符が導入されます。